ホワイトカラーを象徴する衣類の例、ワイシャツにネクタイ、スラックスを着用している。ホワイトカラーとは、白いエリノイで、広くは、事務系の職種一般、つまり、企業の管理部門で企画あるいは、管理業務などの事務労働に従事する労働者を指す。対義語は、ブルーカラー。関連語にはサラリーマンが挙げられる。職業分類の概念であり、 現業系の労働者を指すブルーカラーに対比される。雇用従業員の中でも、知的ないし技術、開発的労働や、事務系、企画、営業、販売系の職についているものを言う。オフィスで仕事をしている職員や、事務員が、白い襟のワイシャツを着用しているのが多いことが、その語源である。具体的に言えば、専門的職業、技術、開発的職業、中、 下級の管理的職業、事務的職業、企画、営業、販売的職業、対人サービスが挙げられ、これら精神労働がホワイトカラーの特徴である。ブルーカラーと比較すると、賃金水準は高い傾向にあり、生産に直接的に関わることのない非現業的な職種に携わっているため、業務が原因の労働災害が少ない。 ただし、業務内容の標準化の遅れから、業務量が変調しがちで、精神的負担が大きくなる傾向がある。19世紀後半から20世紀前半にかけて、発展した、機械製大工業を基盤とする、第二次産業中心の産業化社会では、まず、ブルーカラーが急増していた。ついで、20世紀半ばから高度産業化が進んだことで、 ホワイトカラーの質的な多様化と合わせて量的な急増をもたらし多くの先進国でブルーカラーの数を上回った。職場組織の大規模化と官僚成果による管理スタッフの増大や大量消費社会の成熟による流通、広告、販売関連の拡充、行政機構の肥大と社会保障施策の充実による公共サービスの増大。 情報技術の発達による情報社会化といった第三次産業の発展がホワイトカラーを大量に生み出したのである。1970年代以降ホワイトカラー、ブルーカラー双方の労働現場にコンピュータや IT などの技術革新が導入され始め労働の機械化、自動化が進んだ。これによってブルーカラーは肉体労働から監督労働や 判断労働へと移行する一方で、ホワイトカラーは、機器操作業務が増え、両者間の差は、曖昧となった。かつて20世紀前半まで、学歴や賃金、報酬、昇進の可能性の違いから、ホワイトカラーとブルーカラーはそれぞれ異なった。階級意識を持っていたが、学歴格差から、地位格差まで、ホワイトカラーとブルーカラーの間に存在した格差は、 高学歴化や賃金水準の平準化に伴って消滅していった。また、マスメディアを中心に、ホワイトカラーとブルーカラーを区別なく、サラリーマン、または会社員とする故障が普及した。さらに、サービス産業の比重の増大によって、製造業中心の概念区分では捉えきれない、多様な業務も増えたため、ホワイトカラーの範囲も曖昧になりつつある。 就労形態の多様化が、ホワイトカラーの両極化も生んでいる。仮想のホワイトカラーは、ブルーカラーとの同質化、そして、ホワイトカラー内でも、上下両層の異質化つまり二重構造化が進んでいる。一般的にブルーカラーとされる、溶接工も、工業高校卒業後、見習い時代を終えれば、溶接工の指導、育成に当たるようになり、単純な現場作業でなくなる。 独立して社長になれば、スーツになる。アメリカのホワイトカラーの定義には管理者も入るためこの、場合この社長は、ホワイトカラーとみなすが、イギリスの定義では、大学卒業した技術者は、ホワイトカラーで、高卒の技術者は、ブルーカラーなのでこの社長は、ブルーカラーになる。店員という仕事は、肉体労働が多いが、一般的には、ブルーカラーとは呼ばれない。 技術系職種の中でも研究開発職は頭を使う仕事であり、学位を持っている人が多い。そして、これらの職種の人は、作業着の上に白衣で実験を行っていることもあれば、ブルーカラーと同じく作業着のままで実験を行っていることもある。校舎だけを見れば、外見上は、ブルーカラーである。しかし、頭を使う仕事であるから、ホワイトカラーとも見なせる。 大卒エンジニアだと、作業着の中は、ワイシャツネクタイだったりする。また、公安職は、上級職になると、現場から離れて、制服ではなく、背広服を着用することが多くなるが、これは、ブルーカラーなのか、ホワイトカラーなのか定義できない。またそもそも警察官の場合、体を動かすと同時に非常に頭を使う仕事であり、ブルーカラーなのか、 ホワイトカラーなのか定義しにくい。医師や看護師はホワイトカラーと呼ばれることが多いが、実際は他の医療関係の職業と同様、作業着を着て自分の肉体を使って作業をしている。ブルーカラーの定義に十分当てはまる部分がある。また看護師、介護士、保育士などはピンクの制服も増えており、ピンクカラーと呼ばれることもある。 また営業マンは背広服を着ているが、人によっては、あれは、ホワイトカラーではないという人もいる。もっとも同時にブルーカラーでもない。文系大学を卒業すると、7割が営業職になると言われている。事務系といっても、日本では、総合職と一般職、派遣事務に分かれていることが多く、後者の方は、グレーカラーと呼ばれることがある。ありがとうございます。